「世田谷インフォメーション」今回は一つ目熱中症にご注意ください二つ目将来の妊娠 出産を望む方々へのサポート世田谷区妊活オンライン相談事業のご案内3つ目世田谷区認知症とともに生きる希望条例をご存知ですか4つ目蚊の発生を防ぎましょうです 熱中症に気をつけましょう熱中症予防のポイントは熱中症警戒アラートが発表された日は外出を避ける日陰を選び日傘や帽子を使う室温は28度が目安ですが 体調に合わせて我慢せずにエアコンや扇風機を使い温度調節をするこまめに水分や塩分を補給する熱を吸収する黒色系の衣服は避けゆとりのある服装にする 少しでも具合が悪いと感じたら、早めの対処をするです。熱中症は、激しい運動や暑い日における長時間の作業時だけでなく、室内や就寝中でも熱中症になることがあります。 特に高齢者や体温の調整機能が十分に発達していない子供は注意が必要です。喉が渇かなくても時間を決めてこまめに水分補給をするなど十分な対策をしましょう。お問い合わせは 世田谷保健所健康企画課電話54322472番ファクシミリ54323022番までどうぞ。 区では将来の妊娠・出産を望む方々へのサポート事業として世田谷区妊活オンライン相談を行っています妊活や妊娠・不妊治療などに関する専門性の高い内容を不妊症看護・認定看護師や 廃培養士、臨床心理士などの専門職に相談することができます。匿名で相談できますので、ぜひお気軽にご利用ください。対象は世田谷区民で、不妊治療に悩んでいる方、不妊治療を これから始めようと思っている方将来子供を持ちたいと思っている当事者やその家族などです相談はオンラインで行いますテキストメッセージ Zoom 通話の いずれかを選択できますなお、Zoom や通話による相談は事前予約が必要です。相談は無料ですが、通信料は自己負担となります。相談の申し込み方法など詳しくは、区の ホームページをご覧ください。お問い合わせは、世田谷保健所健康推進課。電話、54322446番。ファクシミリ、5432246番。 三一零二番までどうぞ。世田谷区。認知症とともに生きる希望条例をご存知ですか。世田谷区。 認知症とともに生きる希望条例は認知症のご本人のご意見や思いを聞きながら検討を進め制定に至りました条例では子どもから大人までのすべての区民が現在および将来にわたって認知症とともに生きる意識を高め その備えをし一人一人の希望および権利が尊重され共に安心して自分らしく暮らせる町世田谷を目指していますまた次の4つの視点を大切にしています1今までの 認知症の考え方を変えること2みんながこの先の備えをすること3一人一人が希望を大切にし合い共に暮らすパートナーとして支え合うこと4 認知症とともに今を生きる本人の希望と当たり前に暮らせること権利人権を一番大切にすること条例の本文や条例をわかりやすく解説したパンフレットチラシなどは区のホームページでご覧いただけます。 右上の二次元コードを読み取って、ぜひご覧ください。お問い合わせは、介護予防地域支援課、認知症在宅生活サポート担当、 電話54322954 54番ファクシミリ54323085番までどうぞ。 蚊の発生を防ぎましょう。一筋島蚊は、ほんのわずかな水たまりから発生します。産卵後およそ12日間で成虫になるため、週1回、 身近な溜まり水をなくすことで蚊の発生を抑えられます蚊が集まりやすい藪や草むらは除草し蚊の多い場所に行くときは長袖・長ズボンを着用しましょう虫除け剤は 使用蚊の対策について詳しくは区のホームページをご覧くださいお問い合わせは「世田谷保健所生活保健課」「電話」「 4322903番ファクシミリ54323054番までどうぞ <music>